で、この番組の最後にすごく、興味深かったことが一つあるんですけれども、このアナウンサーたちがね、まあ福岡の番組なんですね、 NHK 福岡、この福岡でこの〇〇〇〇後遺症を見てくれる病院っていうのはあるんですかって。まあだってこれ、あの児玉先生取り上げられていましたが、児玉先生あの兵庫県ですから。で、この NHK 福岡の番組がわざわざ兵庫県の、児玉先生のクリニックに取材に行ってるんですね。っていうことは、いかに全国でそういうことをやってるクリニックが少ないかってことなんですよ。だって九州にあれば九州に行くは、九州の病院やお医者さんに取材に行けばいい話じゃないですか。でも九州じゃなくてわざわざ兵庫県のね、お医者さんに取材してるっていうのは、それだけ日本全国で少ないってことなんですよ。きちんとやってるお医者さんが。この最後の番組の最後に NHK 福岡のね、このアナウンサーの人たちが、そもそもこの福岡で〇〇〇〇後遺症を患者をこう見てくれるクリニックはあるんですかっていう誰か聞いたんですよね。で、それに対して今年の3月まで医療機関をなんかそういう確保していて、かかりつけ医などを通じて紹介するっていう制度があったらしいんですけども、それは今年の3月で終わってしまったので、今は自力で探すしかありませんみたいなことを言ってました。おい、めちゃくちゃですよね。これ、今も苦しんでる人たちがどれだけたくさんいるのかってことですよ。それなのに、今は自力で探してくださいね。でも普通の病院に行ったって、番組の中でも取り上げられていた後遺症の患者の方たちもたくさん出てたんですけども、大体病院のたらい回しに合うんですよね。理解してくれる病院が少なすぎる。ほとんどいない。だから行っても違うんじゃないですかとか、血液検査してもなんかあんまりわかんないですねとかって言って、最終的には診療が内科に回されたりとかするっていう現状がある中で、結局福岡でも、今はその見てくれるクリニックっていうのを、その自治体もね、確保してない。もう自力で探して行ってくださいねっていう状態になってしまってるっていうのが、今の現状なんですよ。ひどいと思わないですか？あれだけ国を挙げて、テレビを使って、はたやインフルエンサー、YouTuber、 有名 YouTuber を使ってですね、ガンガン、宣伝してきたわけですよ。そして、若い子供たちには、あなたたちはね、重症化しないかもしれないけれども、あなたたちを介して他の人に移すと、他の人たちを重症化したりとか、高齢者が亡くなってしまう可能性があるので、思いやり〇〇〇〇っていう言葉を使って、若い人たちにもみんなのためにしてくださいねっていうことをやってきたわけですよね。そして多分若い子たちは、みんな優しい子が多いですよ、今の若い子。だからやっぱり社会のために、高齢者のために、みんなを守るために、じゃあ僕たちもしよう、私たちもしようってことでした方は多いと思うんですね。だけどその結果、もちろんみんなじゃないかもしれないけど、一部の人たちがこうやって苦しんでいるわけですので、一日も早くそういう人たちをせめて救済することをね、もっともっと国は力を入れてほしいと思うし、そういう制度を作っていってほしいし、その予防接種健康被害救済制度っていうのもすごく問題がいっぱいあって、ハードルが高すぎる。まず申請するのに。ハードルが高い。申請したとしても、結果が来るまでに時間がかかりすぎる。もう普通に1年とかかかったりしてるわけですよね。そして今現在も、1800件ぐらいだったかな、未審査の状態が続いているわけですね。要は申請数が多くて、なるべくね、早く審査するように していますって国は言うんだけれども、やっぱり申請も毎月毎月今も上がってきているので、なかなか未審査の部分が減っていかないっていう、今の現状があるんじゃないかなと思います。あとは、〇〇〇〇後遺症に対して、この一切テレビで報道しないので、普通の医療機関が、それをね、こう、分かってないんですよね。理解していない。だから、たらい回しが起きてしまうんですよね。うちで調べても何も出ないですね。じゃあ、もっと大きい病院行ってくださいとか、大きい病院でいろいろ調べたけどデータ出ないですね。なんかその倦怠感っていうのはやっぱり心理的なもんなんじゃないですか。最終的には心療内科行ってくださいって。心の問題なんじゃないですかっていうふうに言われてしまう。その逆の立場だったら、今まで元気だったのに、これをしたことによって慢性疲労、症候群みたいになっちゃって、体が動かない、元気が出ない、ベッドから動けない、それ心のせいって言われたら、どう思います？もう全く分かってもらえない感じ強いですよね。だからね、
多くの患者さんが10件とか10件以上病院を、回ったりとかしてる人が非常に多いんですよね。せめてあんなけに推進したんだったら、せめてそういう被害に遭った人たちを守れよって、受け皿作れよっていうふうに思いますよねと、すごく思いました。ただですね、やっぱりこの NHK 福岡さんでこういうのが取り上げられるっていうことは、僕たちもね、ついつい NHK はとかメディアはとかね、一括りにしてやっぱりこうちょっと批判的な言葉を使ったりしてしまうっていますけれども、中には本当に心意気のある人だったりとか、これは取り上げなきゃいけない問題なんじゃないかって思っているスタッフさんだったりとか、そういう人たちもね、必ずいると思うんですよね。そして、そういう人たちが今回実現してくれた、福岡のね NHK のスタッフの皆さんが実現してくださってっていうのは非常に大きいことなんじゃないかなと思います。本当にありがとうございます。関わっていただいた、NHK 福岡の、スタッフの皆さん、そしてですね、本当に児玉先生のがずっとこういう活動を地道にされてきたことによって児玉先生が取り上げられて、今回の問題っていうのが、まあ、全体からするとちっちゃいかもしれないけど、すごく大きな一歩なんじゃないかなと思います。そういうね、児玉先生をはじめ、まあ、全国有志医師の会の先生方だったりとか、ずっとですね、その〇〇〇〇で健康被害に遭われた方たちに本当に愛の手を差し伸べてくださっている先生方っていうのが本当に全国で、たくさんいて、まあ、全体からすると少ないんですけれども、そういう先生方がいるおかげで、なんかそれがですね、やっぱり日本の希望なんじゃないかなというふうに本当に僕は思います。本当ね、不思議な構図なんですよ。〇〇〇〇を推進してきた側のお医者さんが本来は責任を取って、その被害に遭った人たちも、そういう先生方が推進してきた人たちが見るべきじゃないですか、自分たちがしてきたんだから。だけど推進してきた人たちはその後遺症に関してはもうノータッチ、そんなのないでしょって、何言ってるのっていうスタンスの先生がすごく多くて、でずっと警鐘を鳴らしてた先生、慎重になった方がいいよとか、まだちょっとやめた方がいいよっていうふうに警鐘を鳴らしていた先生方が、でも推進してる勢力によってたくさんの被害に遭った人たちが出てしまった、そういう人たちを何とかして救わなきゃいけないってことで、本当だったらね、あんなに言ったのに、だから言ったのにって言ってね、腹立たしい部分も出てくるんじゃないかなと思うんですが、それでもやっぱり被害に遭った人たちを、困っている人を何とかして救わなければいけないってことで、いろいろですね、論文を調べたりとか、いろんな臨床でね、いろんなことを試したりしながら、みんなで情報交換しながら、どうすればその早く回復することができるんだろうかっていうことをみんなで集まってですね、検証してくださっているっていうのは本当に素晴らしいなと思います。もう本当に愛ですよね。やっぱりそこが日本人の本当に素晴らしい部分だと思うんですよ。まあ汚い世の中になってしまったかもしれないけど、まだまだ少ないかもしれないけど、いっぱい愛の力があるということですよ。まだまだ日本も捨てたもんじゃないと僕は思っています。